十方微塵世界の念仏の衆生を見そなわし、摂取して捨てざれば、阿弥陀と名付け奉ると、南無阿弥陀仏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 。こんにちは。ようこそご視聴くださいました。私は静岡県伊東市にあります宝泉寺の遠山康則と申します。本日はインターネットを通じて仏様のお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この度はこうして画面を通してインターネットを通じて仏様の御教えを聞かせていただきます。これとてもすごいことだと思うんです。なぜかと言いますと、今私は静岡県の伊東市にあるお寺からこうしてお話をさせていただいております。その私の言葉や声が時間と場所を超えて今ご覧いただいている皆さんのところに届いています。ということは、時間と場所を超えて同じ仏様の御教えを聞かせていただくご縁をいただいています。ですから、時間、場所は離れていても仏様の同じ教えを聞き、そしてこうしてつながっていくご縁をいただいております。このことは、私たちがいただいているお念仏の世界と少し似ているのではないかなと思いました。そこで本日は、時間と場所が離れていてもお念仏の中で一緒にいるんだと、直接目の前でお会いすることはできなくても、この御教えの中で一緒にいる、つながっているということを感じていける、お念仏の世界をご一緒に味わわせていただきたいと思います。このお念仏の御教えを私たちにお示しくださったのが、浄土真宗の宗祖、親鸞聖人というお方であります。親鸞聖人は、私たちのご本尊、阿弥陀如来という仏様は、どこか遠くにいらっしゃる仏様ではなく、ナモアミダ仏、この六字の言葉の姿となって、私たち一人一人に至り届き、そして私の口から南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、このお念仏となって現れ出て、いつでもどこでもあなたと一緒にいますよ、お聞かせくださる仏様です。そして私がどのように変わっていったとしても、阿弥陀様の方は決して変わることなく、いつでも私とこの人生をご一緒に歩んでください。そしていつ、どこで、どのように命を終えていったとしても、あなたを必ず、お悟りの世界、お浄土に生まれさせ、仏とならしめん。そのようにお聞かせくださいます。親鸞聖人は鎌倉時代のお方ですので、今からおよそ800年昔、親鸞聖人が、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と
大人になっていたお念仏、親鸞聖人が人生を一緒に歩まれた仏様と、現代、今私たちが何万ダブ何万ダブとお唱えするこのお念仏、私たちに届いている仏様は同じ仏様である。そう聞かせていただきますと、800年というものすごい時代的な隔たりはありますけれども、親鸞聖人と私が同じ仏様の中で一緒にいさせていただく、直接お会いすることはできませんが、親鸞聖人とご一緒させていただいている、そのように味わって生きるのがお念仏の世界だと思います。今日皆様と私も直接はお会いしていませんが、この南無阿弥陀仏と聞こえるところに同じ仏様をいただいている、その中でつながっていける、出会っていける世界を皆さんと一緒に本日は味わわせていただきたいと思います。この別々にいると思っているものをすべて等しく包み込む、そしていつも一緒にいるよと教えてくださるこの阿弥陀様のお働きを、親鸞聖人がお示しくださったのが本日一番最初に読ませていただいたお言葉です。もう一度お言葉を紹介しながら味わってみたいと思います。十方微塵世界の念仏の衆生を見備わし、摂取して捨てざれば阿弥陀と名付け奉る。十方微塵世界、あらゆる世界の、そして衆生というのは命あるものという意味ですから、あらゆる世界のすべての命あるものの上に南無阿弥陀仏、お念仏となって届いていきます、働いていきますというのが阿弥陀様の願いです。そして摂取して捨てざれば、摂取というのは栄養を摂取するという言い方がありますが、別々のものを取り込んで一つにしていく、納めとって私のことをいつも包んでくださる、そのような働きのことを阿弥陀様と名付けさせていただくのです。私たちにお示しくださったお歌です。私たちはこの阿弥陀様とお聞きすると、どこかに阿弥陀様という存在がおられて私を救ってください、そんな風に思いがちですが、そうではなく、今私たち一人一人を包んでくださっているこの働きが阿弥陀様なんですよ、教えていただきます。今のお言葉をもう少し一言ずつ詳しく味わってみたいと思います。まず十方という言葉は、東西南北の四方とその間、南西北西、南東北東とありますが、この四つを合わせて八方、そして上と下、上下を入れて十方、あらゆるところという意味です。そして微塵、微というのは顕微鏡の微という字です。そして塵は塵、どちらも細かなるもの、細かくてたくさんあるその世界ということなんですが、私は最初この言葉を聞いて、たくさんの世界、空間的な世界がたくさんあるんだと、こう思っていたのですが、それだけではないんですよと教えていただきました。どういうことかと言いますと、私たちは同じ空間にありながら別々の世界を生きているということがあるんだそうです。例えば私たち、大人の世界、子供の世界というような、言葉遣いをいたします。同じ空間にいても大人の見ている世界と子供の見ている世界、やっぱり違うんじゃないでしょうか。だいぶ前になりますが、こんなことがありました。私には子供がおりまして、長男が小学生の頃、冬休みの前に冬休みの日程を書いたプリントを持って帰ってきました。そしてプリントを眺めながら困った顔をしています。どうしたの?って聞きますと、お父さん大変だよ。冬休みって2週間しかないんだよ。って言うんですね。それはお前、冬休みは夏休みほど長くないよ。ってそう言ったんですが、
子供は2週間しかない短いお休みだと残念がっていました。一方、私の連れ合い、この子の母親はどう言っていたかというと、ああ、これから冬休み大変よ。2週間もあるの。毎日子供たちがいるから、お昼ご飯も作ったり、いろんなことをしてあげなきゃいけない。ああ、2週間もあって大変だわ、って言ってました。同じ空間でこの冬休みということを見たときに、子供にとっては2週間しかない。大人の方から見ると2週間もある。そうですね。違った世界で見ているのではないでしょうか。さらに、今ご覧いただいている皆さんのお部屋でしょうか。そのいらっしゃる場所もそうだと思うんです。例えば、前の方というと、どうでしょう。こちらの画面の方でしょうか。そして、後ろの方、右の方、左の方、あると思いますけれども、じゃあ、中心は一体どこでしょうか。もちろん、物理的な部屋の中心ということもありますが、それだけではなく、右、左、前、後ろと、その考えている中心は、ご自身の心というものを中心にして、自分自身を中心にして、右、左、前、後ろということをお考えになったのではないかと思います。私たちは、この自分を中心とした、自分たち一人一人の世界を生きているんだと、こう聞かせていただきます。そのことを教えられたのが、私は自分の母親とのやりとりでした。私の母、このお寺の坊守と言いまして、住職の連れ合いでありますけれども、私の母というのは、強い人なんですね。どんな風に強いかと言いますと、なんかこう、チャキチャキした感じなんです。私の祖父、おじいちゃんが生きていた時、おじいちゃんいつも同じ洋服を着ているんですね。そうすると母がやってきまして、おじいちゃん、毎日同じ服ばっかり着てたら臭くなりますから、はい、脱いでください、脱いでください。ポン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 こう脱がしていくような、そんな感じのチャキチャキした強い母なんです。で、私は当時子供心に思っていました。うちのお母さんって結構強いな。で、そこでですね、そうですよね。だって、お寺の外からお嫁さんとしてやってきて、そして義理のお父さんに対してそれだけどん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 言っていくわけですからね。で、私は、気になりましたので、母親のところにこんなことを聞いてみたんです。お母さんは一体いつからそんなに強くなったの?って聞きましたら、それはね、私だってお寺に来たばかりの頃は緊張もしていたし、遠慮もしていたのよ。でもね、そうも言ってられなくなって、だんだん強くなったのって言ってました。はあ、だんだん強くなったんだなぁと思いまして、でも私気になっていたので、同じことをおじいちゃんのところにも聞きに行ったんです。おじいちゃんおじいちゃん、うちのお母さんっていつからあんな風に強くなったの?って聞きましたら、おじいちゃん、最初から強かったぞって言ってました。ねえ、おかしいですね。片やだんだん強くなっていったと言って、もう片方は最初から強かった。同じお寺の空間の中にありながら違うことを言っています。いや、これはどちらが本当のことを言っているか、ということではないんです。ある意味、どちらも本当のことを言っていたんだと思います。同じ空間にいながら、自分のことを中心にして、それぞれが違う世界を生きているのが、私たちのあり方。この、微塵世界という言葉が教えてくださる世界ではないかと思います。このように私たちは、それぞれ一人一人別々の世界を持って生きている。そのすべての命の上、すべての世界の上に、等しく、名も阿弥陀仏という言葉の姿となって届いてくださるのが、阿弥陀様のお働きであります。その阿弥陀様の働きをいただいて生きている私たち、でも普段はやはりこう別々だと思って生きています。そのことを教えてくださったのが、日本画家の堀文子さんという方のお言葉です。この方の言葉を紹介してくれた方が教えてくれましたが、こんな言葉をおっしゃっていたそうです。みんな一人が寂しいと言いますが、人といれば本当に寂しくないのかしら。人は
そもそも孤独なんです。そんな言葉でした。例えば、自分が辛い経験、悲しい経験をした時に、学校や社会の中に出て行って、周りで楽しそうにしている、皆さんを見た時に、空間的には一緒にいるんですけれど、この楽しそうにしている皆さんに、私の悲しみ、苦しみはきっと分かってはもらえないだろうな。同じ空間にいながら、自分の世界、一人ぼっちになってしまった経験、皆さんは終わりではないでしょうか。では、なぜ私たちはこのように一緒にいても別々だと、生きてしまうのか。そのことを仏教では分別という言葉で教えてくださいます。字を見ていただくと分別。私たちはこのゴミの分別とかやりますけれど、そちらの方が馴染みがあります。燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミ。ゴミの日にやりますけれど、以前このお寺で大掃除をした時にたくさんの粗大ゴミが出たことがありました。業者さんがトラックで引き取りに来てくれましたが、その時近所に住んでいる一人の女性おばちゃんが来ましてね、うちの粗大ゴミも持ってってくれないかしらねと言って、ひゅっと横を見て、その視線の先におられたのがこの女性のご主人でした。複雑そうな顔してましたけどね、恐ろしいと思ってみましたけれど、そうですね、私たちはゴミの分別をしますが、仏教では分別と言います。これはどういうことかというと、いろいろなものを分けて考えていくという私たちの心の在り方です。例えば、あなたと私ということを分けます。そして良い悪い、病気健康、若い、老いる、そして生きる、死ぬというふうにですね、いろいろな物事を二つに分けていきます。そして二つに分けただけではなく、分けたどちらか、自分の都合のいい方に執着をしていきます。そして自分の思い通りでない方に行った時には、悲しくなったり、怒ったり、この分別をして執着をする。そのことによって私たちは苦しみ、悲しみを抱えていくんだと教えてくださるのが仏教です。それに対して仏様のお悟りの知恵を無分別知という言葉で聞かせていただきます。分別がないというんですね。ちょっと私には想像もつきませんが、あなたと私という分別、この線引きがなくなったらどうなるんでしょうか。そうするときっと相手の心、悲しみや苦しみというものがこちらの悲しみ苦しみとなってくる。ですから仏様のお悟りというのは、私たちの悲しみ苦しみを知り抜いて、そしてそのことをご自身の悲しみとしてくださるので、放っておくことができないと阿弥陀様ご自身の方から先に私に向かって働いてくださっている。この無分別知というお悟りから仏様のお慈悲の心が出てくださるんだとお聞かせをいただきます。でも私たちが物を認識したり考えたりするというのは、いろいろなものを分けて分別をして考えていく。そのような考え方しかできません。なので仏様のお悟りということは、想像もつかない思議を超えた世界でありますけれど、その分別と無分別ということをですね、絵を使って、インターネットでこんな文章を書きながらご説明くださっていた先生がおられました。私その絵がとても、分かりやすかったので、ちょっと自分の連れ合いに書いてもらってこんな絵を、描きました。私のこのお預かりしているお寺では毎月1回子供会をしております。20人ぐらいの子供たちが集まってきてくれますが、その子供たちとこの分別と無分別ということについて味わってみたいなと思って、こんなふうにお話をしたことがあります。皆さんこれ見えますかって聞くと、島があると教えてくれます。そうですね、いくつありますか。 1,2,3 3つの島があります。そうですね、じゃあどんな島がありますか。お花の生えてる島、そして
木の生えた島、そしてこちらはお家の建っている島、それぞれ形の違う3つの島があります。じゃあ海の中はどうなっているでしょうか。この絵は中が開くんですね。こうやって開いてみますと、この海の上では別々の3つの島だと思っていたものは、海の底を見ていただくと、見えない海の底では実はつながっていて一つなんだということを皆さんと子供たちと味わいたくて、こんな絵を描いてもらいました。どういうことかと言いますと、海の上で見ていたこの3つの島というのは、私と他の方、形の姿形の違う別々の人がいると、私たちはこのように認識しています。これが分別の世界です。しかし仏様のお悟りの世界ではどうかというと、この見えないところで私たちの命というのはつながり合っていて、そして見えない働きに支えられて生かされている一人一人だったという、この分けていかない一つの世界、一如無分別のお悟りの世界ということが、こうイメージしやすいかなと思いまして、こんな絵で子どもたちとお話をしたことがあります。私たちからはこの分別、分かれた世界しか見えません。ではどうやってこの仏様の一如お悟りの無分別の世界をに出会わせていただくかというと、私たちには見えないこの世界をご覧になっている仏様のお悟りの見教えを聞かせていただく、その中で私たちには見えないけれども、私たちは大きな命に支えられ、そして命は見えないところでつながり合っている、そんなことを聞かせていただきます。そしてこの一如無分別のお悟りの世界から、南無阿弥陀仏という言葉の姿となって私たちに至り届き、いつでもあなたを包んでいる、あなたと一緒にいる仏がここに届いていますよ、ということを聞かせてくださるのが、私たちのいただいているお念仏です。このお念仏を通して、お念仏をいただきながら、仏様の悟りの世界から届いている働きを聞かせていただくわけですが、目に見えませんので思いを向けにくい、そんな私たちに、この私たちのために仕立てられたのがご本尊という仏様のお姿だと思います。お寺の本堂にはこのように阿弥陀様のお木像がご安置されています。皆さんのご自宅、お家にあるお仏壇には、この阿弥陀様のお姿の描かれた絵像であったり、南無阿弥陀仏、この六字の姿となって働いてくださるということを表す明王という、明王本尊という、お軸がかかっているかと思います。そしてさらに、その中央のご本尊の両脇に親鸞聖人と蓮如上人の御縁、あるいはこちらに奇妙人実報無下光如来という十字明王、こちらに南無不可思議光如来という九字明王という字で書かれたご本尊がご安置されている場合もあります。ある時、私のお預かりしているお寺の御門徒さんが、お仏壇にご安置されている、かかっているお軸のこの十文字の奇妙人実報無下光如来と南無不可思議光如来というのは一体どういう意味なんですか、尋ねられたことがあります。南無不可思議光如来というのは、不可思議というのは先ほどの思議、私たちの思うこともできないお悟りの世界の仏様ですよという、仏様の真実を表してくださるお言葉。そしてもう一つの奇妙人実報無下光如来という十字明号は、人実報というのはあらゆるところを照らし尽くす、無下というのは触りがない、つまり何者にも遮られず、いつでもどこでも私を照らし包んでくださっている、今ここに届いてくださっている
仏様のお働きを表すお言葉ですよ。そんな風にお答えしたんですが、そのことをですね、高田慈照という、本願寺派のお寺のご住職さんが、お坊様が、こんな、本の中でですね、とてもわかりやすく例え話で教えてくださっていたので、そのお話を紹介いたします。江戸時代に白隠禅師という有名な禅のお坊さんがおられました。この白隠禅師が雲水としてあるお寺で修行をしていたとき、その白隠禅師のおられるお寺の前を通っていつも違うお寺に向かっていくおばあさんがおられたそうです。毎日お寺の前を通って違うお寺に、白隠禅師のお寺の前を通って違うお寺にお参りに行っているので、ある時声をかけてこんな風に尋ねたそうです。おばあさん、あなたはいつも私のお寺の前を通って違うお寺にお参りしているようだけれど、なぜあちらのお寺にばかりお参りするのかい？お聞きしますと、あちらのお寺様にはの親様がおられるでの、こういうふうにおっしゃったっていうんです。親様というのは阿弥陀様のことです。私たちが頼むより先、私たちが気づくより先に私に向かって働いてください。その働きが親の働きに似ているということで、阿弥陀様のことを親様というふうに呼ばせていただくことがあります。白隠禅師は親様というのは阿弥陀様のことかね、そう尋ねると、はい、そうです。それでその後白隠禅師はこのおばあさんにちょっと意地悪な質問をします。おばあさん、あなたたちが大切にしている仏説阿弥陀経というお経の中には、阿弥陀様のお浄土というのは西方十万の苦土を超えた遠い世界にある、そのように説かれている。そんな遠くにいらっしゃる仏様をお参り拝んでどうするんだい？そう聞きますと、このおばあさんは曲がっていた腰をぐーっと伸ばして白隠禅師の耳元に顔を近づけて、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、親様はここにいらっしゃる、そのようにお答えになったというんです。お悟りの世界から南無阿弥陀仏という言葉の姿となって私に至り届いてください。このお念仏が聞こえる今ここが阿弥陀様のいらっしゃる場所なんですよ、そのことをお伝えになったんだと思います。それを聞いた白隠禅師は、このおばあさんは本物だと思いまして、もう一つ質問をしたそうです。ではおばあさん、聞くけれど、あの阿弥陀経の中に書いてある西方十万の苦土を超えたお浄土にいらっしゃる仏様というお話は嘘が書いてあるということなのかい？そう聞きますと、おばあさんはお経に嘘が書いてあるはずがないじゃないですか。あの西方十万の苦土を超えたお浄土におられる仏様というのは阿弥陀様の本籍地を表しているお話なんです。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、お念仏の聞こえるここが阿弥陀様の現住所なんです。そのようにお答えになって、白隠禅師ももう次の言葉が出なかった。そんな言葉をご紹介されながら、この九字明王の南無不可思議光如来というのは、この迷いの世界、分別の世界に生きる私たちから見るとお悟りの世界というのは非常に遠い、私の方からは向かっていくことのできない世界、その真実の世界を表すお言葉である。その真実の仏様、真実のお浄土の仏様が今ここに南無阿弥陀仏と届いて私をいつも包み照らしてくださっている、そのような働きを奇妙人実法無下光如来、九字明王でその阿弥陀様の真実のお浄土ということを表し、そのお浄土から私に今働いてくださっている奇妙人実法無下光如来というお言葉、この二つのお言葉をもって南無阿弥陀仏、阿弥陀様のお徳を表してくださっているんです。そんなお話を読ませていただき、とてもありがたく分かりやすかったので、早速先ほどの御門徒さんにもこの話をお伝えしたことがありました。
私たちはこの分別の世界で考えていくと、どうしても離れ離れ、そして仏様のことも離れたように考えてしまいますが、そうではなく、真実お悟りの世界はもうすでに南無阿弥陀仏のここに届いてくださっている。その同じお悟りの世界から届いたお念仏をいただく者同士は、場所が離れていたとしても同じ仏様を通してつながっている、一緒にいるんだと出会っていける世界がある。そんなことを教えてくださった話があります。これは私の、先輩のお坊さんが聞かせてくれたお話です。でこの先輩は布教師といって、いろいろなお寺を回ってこの仏様のお話をする、してくださっています。そして常例線といいまして、同じ地域のお寺で何件かまとまって、一人の布教師の先生、ご講師をお招きして、何日かかけてその地域のお寺をずっと回っていただく、そういうシステムがあります。1日目はこのお寺、2日目はこのお寺、3日目はこのお寺、近所のお寺で1日ずつこのご法座の日にちをずらして、同じご講師がずっとそこの地域を巡回していきます。先輩が北海道のある地域にお話に行かせていただいたとき、最初のお寺でお話を聞きに来てくださった一人の女性が、次のお寺でお話しするときも聞きに来てください。そして3日目、4日目と、同じ地域のお寺ですから割と近いので、ずっとお話を聞きに来てくださったそうです。そして同じ地域とはいえ、ちょっと違う地域に行くと少し離れますので、その女性の方が、ここから先はちょっと遠いので、明日からは聞きに来ることができないと言って、最後のお寺で講師控室にご挨拶に来てくださったんだそうです。先生、尊いご縁をありがとうございました。毎日先生のお話を聞かせていただいて、とってもありがたかったです。また先生のお話を聞きたいなぁと思うんですが、今度はいつ頃いらっしゃいますか、そう聞かれたそうです。この条例線というシステムは、同じご講師がずっと回るということはあまりないんですね。少し期間を空けて、3年5年ぐらい空けて同じ地域を回るということがあります。そのことを知っていた先輩は、そうですね、3年から5年ぐらいはきっと空いてしまうと思います、そういうふうに答えますと、その女性の方がちょっと寂しそうな顔をしました。この方は80代の方で、ちょっと考えた後に、もしかしたらもう生きて先生のお話を次は聞けないかもしれませんね、ちょっと寂しい雰囲気になってしまったそうです。そこで先輩は、同じ仏様、同じ阿弥陀様に抱かれて生まれていくことのできる世界、みんなが等しく生まれていくお浄土という世界でまた会える、そんなお話をしていたことを思い出し、それじゃあ今度はお浄土で必ずお会いできますね、そのように言いますと、この女性の方がこう首を振ったっていうんですね。えっと思いますと、その女性の方が指で口元を指さして、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、先生ここでお会いしましょう、そういうふうに教えてくださったんだそうです。この方は南無阿弥陀仏という同じ仏様をいただく者同士、距離は離れてしまったとしても同じお念仏の中で出会える世界を私たちはいただいていますよ、そんなことを教えてくださったんじゃないか、私に聞かせてくださり、とても私は感動しました。そうなんですね、同じ南無阿弥陀仏をいただく者同士、距離や場所が離れていても同じ仏様の中で出会えるというのが、このお念仏の味わいだと思います。そしてさらに、場所だけではありません。私たちは生きる、死ぬというふうに、この生死ということを分けて考えていきます。ですから大切な方が亡くなっていくと、もう目の前から姿が見えなくなり、いなくなってしまったと思ってしまうのが私たち分別の迷いの世界です。しかしそうではないんですよと教えてくださるのが阿弥陀様の御教えです。死んで終わりではない、
命を得たらお浄土という仏様の世界に生まれて、そして今度は後の人々を見守り導いていく仏様となっていくんですよ。阿弥陀様がお聞かせくださいます。その生死を超えて出会うことができる、そんなことを教えてくださったある言葉があります。これは若くして亡くなっていかれたお母さんが幼いお子さんに向けて残された言葉だそうです。お念仏の中で会いましょう。若くして幼いお子さんを残して亡くなっていくお母さん、そして幼くしてお母さんを亡くした娘さん、いかほどの思いだったかと思います。その娘さんが年を重ねて何十年も経って、おばあさんになってから次のような手記を書いておられました。私の母はお念仏の中で会いましょうと私に言い残して亡くなりました。幼かった私にはその意味は分からず、母が恋しくなるとただただお念仏を唱えていました。しかし近頃ようやく母の言葉の意味がわかるようになりました。人間同士の絆はいつまでも続くものではありません。親子の絆、人と人との結びつきだけを手繰り寄せようとすると、それは愛別離苦、愛する者同士が別れなければならない苦悩となります。しかし、私たちが人間を超えた働きに目覚めてこそ、仏様の呼び声であるお念仏の中でこそ、時を隔て、ところを隔て、人間の計らいを超えて、再び出会える世界があることを母は伝えていってくれました。そのようなお言葉です。お母さんのお念仏の中で会いましょうという言葉は幼い娘さんの中に残り、そしてお念仏を唱えるご縁を作り、そして身教えを聞いていくというご縁を育んでくれました。そのお念仏の中で会いましょうという言葉が、お母さんが亡くなった後もこの娘さんのことをずっとずっと育て続けてくれたんだと思います。そしてこのお念仏の中で会いましょう、お母さんの思いはきっと次のようなことではなかったかなと思います。私は命を得てあなたの前から姿は見えなくなるけれど、決していなくなってしまったわけではありませんよ。私は阿弥陀仏という仏様に抱かれて、お浄土に生まれさせていただき、仏様となって、南無阿弥陀仏という言葉の姿とならせていただいて、いつでもどこでもあなたと一緒にいますよ。だから南無阿弥陀仏とお念仏を唱え、お念仏を聞く中に私がそこにいるんだということを味わってくださいね。お念仏の中で会いましょうね。そんなことをお伝えになられた言葉ではなかったかと思います。私たちの分別の世界では、場所を隔てること、そして生きる死にということを隔てて、その方と会えなくなってしまうと思ってしまいますが、そうではなく、バラバラだと思って生きているそれぞれの世界の上に、南無阿弥陀仏と等しくお悟りの世界、一如の無分別の世界から仏様の働きが等しく届いている私たちです。そのお念仏の中で、時と場所を超えて、そして生死を超えて出会っていける世界があるということを、この南無阿弥陀仏というお念仏の御教えは私たちに教えてくださいます。分別、迷いの心を抱えた私がどんなに仏様を信じ込もうとしても、信じる疑うと分けてしまいます。ですから私の心からではなく、仏様のお心がお悟りの世界から南無阿弥陀仏と届いてください。
その南無阿弥陀仏を唱え聞く中に、今ここに仏様が届いてくださる。そのことを聞いていくのが私たちのお参りであります。今日はインターネットを通じて、場所は離れておりますけれども、同じ南無阿弥陀仏をいただき、そしてお念仏の中で出会わせていただくご縁を頂戴いたしました。これからもお念仏を申し、御教えを聞かせていただきながら、お浄土へ向かう人生を共に歩ませていただきましょう。以上で終わらせていただきます。寛容は拝読の御文章をお聞きください。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。上人一流の五感家の趣は、新人のもって本とせられ、候。そのゆえは、もろもろの造業を投げ捨てて、一心に乱に奇妙をすれば、不可思議の眼力通して、仏の方より往生は事情をせしめたも、そのくらいを一年ぽっき入生上始終とも釈し、その上の称名を念仏った如来我が往生を定めたまいし、御恩法人の念仏と心できなり、あなかしこう、あなかしこう。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。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 南無阿弥陀仏